ただきありがとうございます。今回は JR 郡山のご紹介です。はい、どうも、キトラです。お世話になります。今日はですね、 JR 郡山という郡山駅から徒歩5分圏内の 2LDK のご紹介です。早速ですね、まずキッチンから。こちら大きなキッチンになっておりまして、調理スペース十分ですね。で、収納もかなり多めになっておりますので、これだけあればかなり使いやすくなってるんではないかと思いますね。で、やっぱりリビングがですね、ドーンと抜けてますので、もうこうやって走っていただけるぐらいすごい広い室内ですね。で、こちらのフロアのですね、アクセントクロスがものすごくおしゃれな色使いで、これはもう皆さん気に入っていただくの間違いなしですね。で、こちら南向きのバルコニーなんですね。日の入りがよくですね、前がすごく抜けてますので、まあすごくいい、住宅地ですね。で、こちら洋室6畳、隣につながっておりまして、ここも綺麗に仕上がっております。で、収納がですね、押し入れの方もこれが奥までドーンと使っていただけますので、高さも十分ですね。上の棚も十分使いやすくなっていると思います。で、奥の方にですね、こちらには玄関がですね、ものすごくおしゃれになっておりまして、色がですね、こちらもおしゃれなんですね。で、収納下駄箱も広さ十分です。とこちらにも収納がありますね。もうね、いろんなところに高めに収納があると生活が楽ですね。で、こちらの水回りがですね、やっぱり一番注目されるポイントですかね。室内洗濯機置き場とシャンプードレッサーですね。朝シャン、こうやって使っていただけるとありがたいですね。とお風呂ですね、やっぱり、1日の疲れを取ってくれるのはこちらのお風呂になってます。全然広いですね。あとちょっとね、ぬるくなったりしたらこちらで、ね、温度調節もできます。小窓もついてますので換気もバッチリですね。あとお手洗い隣にあります。どーん、ここも結構広めですね。奥の色もおしゃれになってます。こんな感じですね。こういう感じで使っていただけるといい感じです。あと最後に寝室の方ですね。ここも6畳の寝室でかなり広めになってます。奥の方にはですね、収納もバッチリついてますね。よいしょ。これだけ広いと十分ですね。結構使いやすいと思います。こちらはですね、両毛山の郡山にももうすぐ歩いてでも行けるような場所ですので、すごくおすすめの物件になっております。ありがとうございます。またご閲覧よろしくお願いします。ありがとうございました。